じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、FA だったりとか、はい、あとトレードなんかが活発になってくる時期なんですけれども、うん、以前豊さんが、はい、いやレンタル制度があったらいいよねって言ってたじゃないですか。そうなので今回は勝手にレンタル、もう勝手に主観だからなこれな。そうです、もう主観です。もう主観な。よく居酒屋でファンの方がいる、 そうあれだと思ってください。ここ酒ねえじゃないか、そう酒がねえやみたいな感じの、ね、の居酒屋トークだと思ってください。そうです、そうだな。なのでもう勝手にもう今シーズンオフからレンタル制度ができました、うん、できました。はい、ね、もうセリーグはもう1年間パリーグから1人選手お借りすることができます。そうだな、はい、そういう制度が出来上がりました、はい、さあ6球団誰を欲しいか。そうだな、勝手に豊さんと私もう居酒屋トークということで考えました。まあ巨人から行こうかな。まあそうですね、巨人からですよね。誰欲しい。私はですね、モイネロが欲しいです。いやモイネロは確かにいいかもわかんないよ、はい、ちょっと酔っ払っちゃってるからさ。そうですよね、あれだけど。ダメ、中継ぎはいるわけよ巨人。モイネロを先発で使ってたんです。無理あれは長い間だと長く投げれないから。よく、いやでもあの投球を見せられたらこれ先発でも使えるんじゃないですかねっていう方とかいたんですけど、まあ現実的じゃないよね、絶対出さないよね。まあ絶対出さないと思うんですけど、予備はいないの。モイネロの予備ですか。予備だったらでも出してくれるか分かんないですけど、オリックスの、まあ、今年ちょっとね怪我もあったんですけど、山岡投手あたりをちょっとエースだぞ、まあ、一応、はい、お借りで、まあ、山本もいながら、うん、菅野投手がまあいなくなったので、まあ、なので菅野選手級の誰かを入れたい、うん、あとやっぱりピッチャー補強したいよな。したいです、したいです。分かる分かる。それユダガさんは何ですか。俺山本、オリックスの。出さないですよね、絶対出さない。出さないけど、それ何ですか。でも出さないから予備があるんだよ。予備がある、うん、誰。俺あのロッテの岩下っていうピッチャー、はい、このピッチャーに俺は魅力を感じてる。どういうところがやっぱね、気性がいい、投げっぷりがいい、はい、うん、ちょっとあの荒れる時あるけど、うん、安定性はないけど、はい、ハマった時のピッチングっていうのは素晴らしいみたいで、パワーもあるしね、はい、だからそういった意味では借りれるんだったらお借りしたいなと、まあ、ロッテでは6番手ぐらいだと。じゃあもし巨人で借りることができたら巨人で何番手ぐらいにはなるんですか。4番手ぐらいにはなると。3番手4番手ぐらいになる。え、じゃあ巨人菅野投手が抜けて1番手は豊さんの予想は誰ですか今のところ。サンチェス。あ、サンチェスか。そうか、メルセデス。そこ戸郷投手ではないってことですね。戸郷はやっぱりこう1年間やったのが今年初めてでしょ、うん、はい、だから来年どういうスタートを切れるかっていうのはまだ不安視をしてると思うよ、うん、はい、だからそういった意味では、うん、まあサンチェス、うん、メルセデス、まあこの故障があるからね。メルセデスはメルちゃんはね、はい、で、じゃあ3番手ぐらいに例えばまあ岩下とか、はい、まあ伊能とかね。ああ、DeNA から、はい、取ったから、うんうんうん、だからまあこう見渡しても、はい、あ、岩下っていうのはちゃんとローテーション守れてたし、はい、6番手だったら出すんじゃないかなみたいな。あ、まあ現実的に見て、あ、もちろん山本投手が来たら1番手ですよね、うんうん、一番どころじゃないですか。そうですよね。もうセリーグ代表するピッチャーになっちゃうじゃないですか。まあ1年間お借りするということで、はい、さあ、次阪神です。阪神、はい、阪神私はソフトバンクから今宮選手をお借りしたいです。ちょっと今シーズン、あ、はい、怪我もありましたけれども、まあ、ショートな、はい、守備です。もう、まあ、今宮がいなくたって優勝しちゃうんだもんな、はい、ソフトバンクは。いやだからどんだけのチームだって話なんですか。まあだから、内野に、はい、補強ポイントを置いて、はい、まあまあエラーも多いし、そうです、そうです、だからまあそこら辺で今宮ね、はい、まあいい目付けだと思う、はい、これだったら貸してくれるんじゃないかなって、うん、これは阪神は松田栗山、うん、これは現実的ではないと思うんだけど、はい、これ松田栗山っていうのはどういう存在かというと、やっぱチームのリーダーなんだよ、はい、で福留が抜けるでしょ、うん、で糸井はリーダータイプじゃない、うん、でピッチャーのリーダーも脳みが抜けたみたいな感じをすると、はい、やっぱチームにあの若いいい選手はたくさんいると思うんだけど阪神にね、うん、ただリーダー的な存在がいないんだよまだ。そうですね。じゃあ大山がリーダー張れるか近本が張れるか梅ちゃんが張れるかっていうとさ、はい、まだちょっと弱いよね選手間の中では、うん、だからそういう意味ではまあ、ソフトバンクの松田だとか、はい、西武の栗山、うん、これやっぱ強烈なリーダーシップも持ってるから、はい、
だから勝つという意味とか、うん、チームということを選手間で教えていくためにこういった選手が欲しいっていう、その技術面というか精神面での選手が欲しいってことなんですか。いや、だから勝ち方をまだ知らないし経験値がないし、はい、だから内川が中ブラリになってたじゃない、はい、だから内川取ればハマるのになと思ってたのよ。ああそうだ、阪神でファーストも空いてるしさ、ドアいなくなってて、はあ、ね、なんで阪神行かないのかなと思ったらヤクルトになっちゃったでしょ。ヤクルトになりました、うん、だからああいう選手を取って、はい、いやこんな甘いことじゃダメなんだよって内川ははっきり物言えるからさ、はい、だからこういう選手が欲しかったんだ、だから内川欲しかったんだ本当はな。うーわ、阪神あの内川選手を取りに行こうとはしてたんですかね。いや、わかんない、どうだったの、わかんないけど、はい、もったいない。ただやっぱり阪神に必要なのは、うん、俺はリーダーだと思うんだよ、うんうん、若い選手も多いしね、はい、でエラーした時に何偉いなお前ガッツポーズしてんだみたいな、そういうことを言ってくれるような、厳しい勝負なんて、あそんな甘くねえぞみたいな、うん、お前12球団でレギュラーを張れるぐらいの、うん、ね、技術とか、うん、ポテンシャルを持てっていうようなのが欲しいんだよ。なるほど。ってことはやっぱある程度ベテランで厳しさを知ってる選手っていうことですよね。そうそうそう、だから、うん、あの選手の素材とか若手に有望な選手が多いからさ、うん、そうです、そう感じるんだよ、うん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 、ね、はい、はい、じゃあ続いて中日いきましょうか、はい、中日ちょっとね、私ねスタッフの方に、まあ、中日結構もういいのでいらないかなと思ったんですけど、おー強気やな、もうピッチャーもだってもう方程式出来上がりましたし、酔っ払ってるちょっとね居酒屋とかもういいかなと思ったんですけど、うん、いました、ソフトバンク、またソフトバンクなんですけどね、マサゴ選手パワーあるよな、はい、あのなんか柳田選手のちょっと影に隠れているんですけど、うん、まああのソフトバンクの中で、まあ、1.5 軍というか、まあ、ファームでも成績出しているのになかなか定着できない、まあ、そうだな、はい、この選手が中日 の、まあ、あのクリーンアップだったりとかいい位置に打順座ってくれれば名古屋ドームでも一発とか大きい当たりとか量産してくれるんじゃないか、そしたらこの首位いきますよ中日。まあ考え方はね悪くはない悪くはない悪くはない、でもね名古屋ドームって、はい、今日本で一番広い球場になってるから、まあ札幌ドームもそうか、ペイペイドームよりもちょっと、いやだってペイペイドームはあのテラスができたから、できたからか、うん、そうか、だから、まあ、俺は中日は楽天の辰巳、うん、田中、はい、まあ FA を持ってる西川、はい、日本ハムの、これねやっぱり中日が優勝した時っていうのは、うん、外野手に優秀な人間がいて、はい、外野手の守備が素晴らしかったんだよね、うん、はい、でこの3人に言えることは、うん、守備は素晴らしいんだよ、はい、で西川は出塁率も、うん、ね、辰巳は守備抜群、はい、田中は両方で打ててホームランも打てる、はい、だからこういった人をレンタルできるといいなと思って、うん、西川選手ほら肩が弱いって言われてるじゃないですか、もうね、うん、でもね名古屋ドームでセンター守ってて、はい、じゃあ大島がセンター守っててね、うん、ホームにバックホームしてアウトにしたかっていう話なんだよ、だからもうそこは狭い球場だったら話は分かるけど、はいはい、もうあそこまで広いとやっぱ捕殺そっちです、ね、取るっていうことが大事なんだよ、だから西川の足なんか抜群だし、はい、辰巳の守備なんか抜群だし、うん、まあ、田中も足速いし、はい、だこういった選手がレンタルできると、うん、やっぱいいなと思うんだよね、そうですね、うん、外野手としてあそこを持ってくれればいいですもんね、この3人がいたら優勝する3人相当かいですか中日の外野手、そうそうそう、まあそうか、そう、そう、続いて DeNA 行きましょうか、はいはい、DeNA は私あのロッテの和田選手です、なあ足って言ったか絶対もう俺はすり込んでるからな森口さん、もう DeNA は足だ足だってそしたらもう和田選手が出てきちゃってすぐロッテ、そうそうそう、もうそれだけです、だからねあのホームラン打てるバッターはたくさんいる、はい、DeNA に、うん、で球場も狭いから、うん、そういった野球をやりたいよね、はい、ホームランで打ち勝つというね、うん、だけどそこにプラスアルファ、うん、足が加われば抜群なんだよ、ですよね、そうそう、うん、だから和田とシュートシュート出さねえな、まあ、絶対出さないでしょ、ね、あのレギュラー取ったばっかしだしな、でも和田はチャンスあるかも、だって藤原が育ってきてる、はい、荻野がいる、戻ってきますからね、そうでしょ、はい、そしたらやっぱこう和田のバッティングを考えると、うん、ちょっと出れないかなって、うん、ダイソーに定着しちゃうかなって、それじゃなんかもったいないしさ、はい、バッティングも成長してきてるしね、はい、
だからまあ和田なんか面白いよね。いいですね、1番で梶谷選手がいなくなったんで、そうそうそう、1番で和田選手持ってきた、まあ、あそこまでの足を持ってる選手は DeNA にもいない、はい、お足の速い選手は揃ってるけどね。そうすると例えば和田選手が来たことによって他の選手の例えば走塁とかに意欲つながったりとか、うん、そういうチームにしようっていう雰囲気とか、まああるよね、なってきますよね。それはあるある、もうでもそこをもう教え込んでいかないとさ、はい、DeNA の優勝はないって言い切れるぐらいに、うん、あの足って重要なポイントなんだよ DeNA にとってね、うんうんうん、だからまあぜひ、そうですね、和田選手、周東選手のところにやってかかる、まあ、1年間だけ貸してくれちょっとね、うん、広島なんですけど、私ね、はい、広島がちょっと見当たらなかったんですけど、豊さん、広島そうだろう、はい、ピッチャーは森下中心に若手が育ってきてるんだよね、はい、そうなんですよ、だからそこまでピッチャーいるかっていう、まあ、大瀬良も怪我明け多分活躍してくれると思うし、はい、だからそういった意味ではピッチャーも豊富にいるなって。そうなんです、野手見てもまあ内野手ってまあまあ揃ってんなって思うでしょ、はい、そうなんです、見当たらない、ね、だってキャッチャーもまあね、引退された石原選手いますけど、うん、他にちゃんといますから、ね、だけど打順を考えた時にさ、はい、やっぱ外野手で一番打てるやつって言ったら、はい、ロッテの荻野なんだ。あ、荻野選手借りる、うん、広島で、ね、いや、やっぱり一番バッターがいなくなって困ってるでしょ、はい、いなくなってっていうか一番が固定できなくて、はい、で一番が決まれば3番西川でいいんだ、うんうん、だからもう本当打順っていうのが決まらなくて困ってる、うん、だから一番で足が速くて外野を守れる、はい、うまい、うん、荻野、うん、あれですね、ロッテは和田選手と荻野選手をレンタルで出すかな。藤原がいるから。あ、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。藤原も、まあ、この前あの井口監督に聞いたらさ、はい、やっぱいいオーラを持ってるって言ってたもん。あ、そうなんですか。なかなか井口監督言わないよそんなこと。じゃあもう来シーズンバッチリレギュラーで、バッチリだ、バッチリ開幕からいきますね。それと、はい、ワンチャン清宮。ちょっと待って、ワンチャン清宮ってどういうことですか。これは、はい、俺はね、日本ハムじゃ育てきれないと思うんだよ、 あのやり方じゃ、はい、で、いい左バッターがいる広島、うん、はい、ここら辺に突っ込んでいくと練習はさせるしさ、はい、俺清宮はセリーグの野球に合ってると思うんだよね。パリーグ向きじゃない、全然違う。あ、じゃあもう来た方がいいですね。いや、俺は来た方がいいと思う。だから俺は広島だったら育成を清宮をしてくれるんじゃないかなと。はい、あの日本ハムのあの使い方だとかあのやり方では俺は清宮は育たないと思ってる。逆に潰れていっちゃう可能性ももう宝の持ち腐れだよね。ですよね。だからもったいない、そういう意味では。いや、だって来たら村上もいるでしょ、はい、ものすごいもう見て刺激になる。あ、セリーグの中でまず2軍スタートだよね。あ、まず2軍ですか。あ、もう2軍。え、1軍さあ、だってお前1割2割打ってないバッターが1軍でずっといるなんて、はい、普通考えられないから。そうですよね。そうでしょ、うん、清宮選手は本当にレンタル制度があったら一番いい選手かもしれないです、ね、だから清宮のあの素質とか、はい、あのバッティングとかね、はい、魅力は俺すごく感じてるから、うん、だからやっぱりどうしても育てたいんだよね。あ、栗山あ監督は、まあ、監督はっていうか、はい、俺はね。あ、言うてますいや、そりゃ日本のだって一生懸命思ってた。そうですよね。だいぶ酔っ払ってきた。酔っ払ってきましたね、ここに酒屋でね。いやいや、あの日本ハムのあのやり方でも、はい、ね、一生懸命育てようとはしてると思うんだよ、うん、でもあのやり方じゃ清宮には合わないということだよ。そうですね、うん、ちょっと環境変えてあげたりとかしないとダメですね、はい、さ、最後ヤクルトです。ヤクルトね、ヤクルトはもうバンバン、はい、あのピッチャー補強してます。おう、なので私はソフトバンクから武田翔太投手を借ります。ちょっと あんまり今シーズンも良くなかったんですけど、実は巨人がこの武田投手を獲得するんじゃないかっていう記事も出ているぐらいなので、うん、だったらその前にヤクルト行っちゃえばいいんじゃないかと。しかもでもね、巨人はね、うん、ソフトバンクから補強しちゃダメだよ。あ、ダメ。そりゃ意地持たないとどうしよう、本当に補強しちゃったら、いや、意地も減ったくるもないように感じるじゃない。もうそうですよ、なりふり構わずになっちゃいますもんね、うん、だからね、俺はね、うん、ピッチャーね、うん、諦めたヤクルトは。え、なんでなんで育たない、まあいいでよ、まあまあ、ピッチングコーチが変わるからね。だからそこら辺はどういう風な化学反応を起こすか分かんないけど、はい、俺はもう打線強化だよ。え、だ
あの打線にもっと打線強化しますか。そうそう。誰入れますか。上林。お、上林。もうソフトバンクの、はい、もうちょっと隅の方に追いやられてるから。いい選手なんですけどね。栗原が出てきたりだとかさ、はい、やっぱ上林、まあ、魅力のある選手だよね。はい、何番あたりで打順として豊さん。いや、僕は足も速いしさ、1番でも、はい、あ、一番でもいい。一番でもね。ただ荒いけどね、バッティングはね。うんうん、ただ青木の門下生になってバッティングを教わると。はい。だから素質は素晴らしいから。そっか、もうピッチャーじゃなくて豊さんは打線の方にさらに。だからもうピッチャーも投げてみね、見なきゃわからないの、あそこは。ヤクルトが。それと同じ型のピッチャーばっかりいるんだよ。あ、そうなんですね。うん。まあ石山とか。はい。まあ清水もそうだよね。なんかね。同じ形、同じタイミングで投げる選手を取ってきてるんだろうね。原樹里とかもそうだし。あ、はい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 。だからそういった意味ではなんか難しい、あそこのピッチャーもう根こそぎ変えたいぐらい。あ、豊さんがピッチングコーチになったら、うんうん、もうそのなんか系統というかスタイル自体を変えた。いや、もうね、変則ばっかり持ってくるよ。おお。いや、本当に、はい、まあ、そのぐらいのことをやらないとなかなか育たない。そうですね、この位置になってしまいますよね、うん、やっぱり6位。昔からなんかこうドラフトで上げてくる選手っていうのが、うん、同じ型のピッチャーばっかり取ってくるもん。もうやっぱりね、それじゃあね、うん、やっぱこう相手が嫌がらない。そうですね、うん、それは綺麗に投げるピッチャーっていうのは故障は少ないよ、うん、だけどそれだけじゃないじゃない、うん、はい、やっぱ変則っていうのはね、やっぱ慣れるまで時間かかるから、うん、時間稼ぎで時間稼ぎ。そうそう。そうですね。その間に育てろっていうことだ。なるほど。ということはもうヤクルトはピッチャーじゃなくてもうバッターで。やっぱ青木の守備方もいるしさ、はい、センターっていうのがちょっと固定できなかったしね、はい、だからそういう意味ではまあライトもそうだよね、あんまり固定もできてない、うん、そういう意味では外野手がいるかなっていうふうに、ん、だって広岡がライト守ったりとかしてるでしょ。あの子はやっぱ内野で育ててほしいよね、大型内野手で。あ、そっか、そうなんですね。そう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 、だから、うん、まあ上林なんか面白いかなと思うよね、うん、というわけでね、勝手に居酒屋トークで、すいません、なんかレンタル制度ね、言いたい方で言ってる、ね、絶対に借りられない選手もいますけれどもね。でもまあでもね、うん、可能性があるんだったら働きかけても1年で返すからって。そうするとまたセットパのなんかこう強い弱いの均衡がね、こう混ざり合って、そうそうそう、セリーグも強くなっていける。だから和田なんてさ、うん、DeNA 取って、ね、パリーグでは打てないかもわかんないけど、はい、セリーグ来たらガンガン打つかもわかんないしな。いや、そうですよ、なんかね、首位打者とかに絡んでいくかもしれない。いや、そこまではない。お前酔っ払いすぎだ完全に。